パキスタン宇宙構想大気研究委員会は、パキスタンにおける宇宙計画と航空工学、航空宇宙工学の研究責任を持っている、パキスタン政府の行政機関。近代的な組織としては1961年に設立者であるアブドゥサラームの進言を受けて、大統領のムハンマド・アイ・ユーブ・ハーンの行政命令で設立された。この組織は、 パキスタン軍の戦略計画本部の一部で、退役軍人のカリード・キャドワイ中将が本部長であった。スピードの本部は、パキスタン空軍の運営するチャクララ宿営地に存在した。現在は、アーメド・ビラル少将が委員長であり、アーメド・ビラル少将はパキスタン陸軍通信技術の総司令でもある。宇宙科学での研究と航空開発は、 スプートニク打ち上げ成功後の1957年からパンジャブ大学の物理学科の物理学者によって行われている。しかしながら政治的不安定のためパキスタン政府は計画を本気で着手しなかった。パキスタンの科学政策に大きな役割を果たしたアブドゥッサラームは1961年9月16日に陸軍元帥で大統領のアイユーブハーンに 国立宇宙機関である宇宙構想大気研究委員会の設置を進言した。これによって宇宙科学を扱う委員会を設立することが決められ、大統領の実行命令が出され、パキスタン原子力委員会の議長であった IH スモニーの提案を受けて、パックに宇宙科学研究飛行団が設置された。ロケットの研究や試験飛行は、 パックの議長に委任されることになった。1961年6月7日、空軍巡視省アデス・アワベ、ヨゼフ・マリアン・トゥーロイックスの指導の下二2段ロケット、リハバー・アイゴーが、ソンミアニ飛行試験センターから打ち上げられた。パキスタンは、ロケットの打ち上げ運営を行ったアジアで3番目、世界で10番目の国家になった。 1964年7月27日、サラームはアイユーブハーンと面会し大統領直属のもとにスーパルコを置くことを提案した。1966年3月8日、大統領は直属の組織としてスーパルコを設立し、大統領命令でパックから権限が移譲され、サラームはスーパルコの最初の議長となった。アブドゥス・サラームは 宇宙開発の中心をカラチとラホールに設立した。サラームの努力によって、カラチ天文台として知られる、カラチ大学の高出力天体望遠鏡の開発設置が行われた。スーパルコの設立とともに、パキスタンは宇宙計画を始めた、最初の南アジアの国家になった。1967年、アブドゥサラームは空軍事務所。 ワデスワベトゥーロイックスのスーパルコの管理者への抜擢に成功し、彼は航空科学分野でのスーパルコの研究活動の基盤を作った。ムニール・アーマド・カーンはスーパルコの研究活動に大きな影響を残した。1979年12月13日、カーンは当時大統領であったムハンマド・ジアウル・ハクと面会し、スーパルコを独立した機関とし、 統合した委員会に昇格させるための尽力に加わった。彼の提言を受けて、1980年にパキスタン政府は原子力技術者だったサリーム・メフムドを委員長とし、1981年には宇宙開発実施の執行権限を持つ国家宇宙機関となった。1990年、パキスタン発の国産衛星であるボダー -1 が、 中国国家公典局によって打ち上げられ、イスラム圏発の国産人工衛星と称賛された。1990年には、イギリスのスペースイノベーション社の技術支援を受けたボダー B の打ち上げを計画した。この衛星のサブシステムはシルに製作され、仕上げはスーパルコによって行われた。この衛星は1993年に完成し、 同年の打ち上げることが期待された。1994年に打ち上げる計画も達成できず、衛星は1996年に完成するものの延期が続いた。1999年にアブドゥルカディール・カーンは陸軍参謀総長で統合作戦本部委員会の議長であったパルベーズ・ムシャラフに飛行試験センターから ガウリミサイルをロケットにして衛星を打ち上げるための交渉したが、ムシャラフ大統領を納得させることができなかった。その後ロケットの都合の影響などから打ち上げは伸びたが、最終的にバイコヌールからウクライナのゼニットにを利用して2001年に打ち上げられた。近年はリモートセンシング衛星を開発しており、資金の都合がつけば打ち上げられる予定である。 2011年8月14日、老朽化したパックサット I 衛星を置き換えるために、パックサット IR が最小衛星発射センターから打ち上げられている。本部を含む主な設備はカラチに位置しており、プラントはカラチに近いバロチスタン海岸のハブに、飛行試験場は同じくバロチスタン海岸沿いのソンミアニに存在する。リハバーマイナス1は、 ナイキケイジャンと同型である。1962年6月7日のパキスタン時間19時53分に、レフバルアイが、ソンミアニ衛星打ち上げセンターから成功率に打ち上げられた。130km の高度まで打ち上げられた。リハバーアイや後継機のリハバー2から、清掃圏を越えて、上層大気層構造とウィンドシアが伸びているという、科学的情報が得られた。 このデータ集積は、雲の形成、サイクロンの研究やアラブ海と、沿岸地域であるパキスタンを覆う天候の研究を、助けた。同様の実験は、数年間行われた。80ポンドのナトリウム最下の 130km への打ち上げも成功し、打ち上げは10年ほど続いた。計画は1972年に終了した。ムニール・アーマド・カーンによって、 完全な委員会となったことで、組織の軍事化は1980年代に始まった。原子力技術者のサリーム・メフムドが行政官とされ、軍事計画開発が行われた。1980年、スパルコの科学者は、カーン研究所の科学者とハトフアイミサイルの開発で、協力関係にあった。この計画は極度の秘密主義の中で開発され、 最終的に1989年に明らかにされた。1989年に1月に、新宇宙への固有の多段ロケットの打ち上げが成功し、480km より高い高度へ到達したと発表された。パキスタンは衛星打ち上げロケットと長距離ミサイルを製作したいとしているが、その進展は不透明である。1981年には、 スーパルコの議長が1986年に打ち上げ機の試験を行う計画を発表し、パキスタンの報道は1989年の初期に多段式ロケットが1 5 0ラムの最下を6 0 0トル以上の新宇宙に打ち上げに成功したと報告した。スーパルコの科学者は後に社品ミサイルシステムの開発に参加している近年、スーパルコはすでに シャーパーとラクナムの二つの高高度超音速観測ロケットを試験している。シャーパーは7メートルの二段式固体ロケットで55から70キログラムの最下を高度950キロメートルまで打ち上げることができ、ラクナムは三段の液体燃料ロケットで38から56キログラムの最下を1000キロメートルの高度に打ち上げられる。これらのロケットは両方とも 速度マッハ6.1を超えている。パキスタンは1998年頃から衛星打ち上げロケットの開発の集中を始めた。2011年3月大統領の科学顧問、アブドゥルカディール・カーンは、パキスタンの航空宇宙科学者が国家の最初の衛星打ち上げロケットの製作の一般的過程の途中であり、この計画にスーパールコが協力しており、 ボダー衛星も組み立てていると公的に宣言した。アブドゥル・カディール・カーンはインドが打ち上げや衛星生産の技術で急速に発展していることを独自の打ち上げロケット開発のための他の動機として言及した。当時スーパールコの議長であったアブドゥル・マジドはカーンの声明を確認し、パキスタンは低価格の SLV と極軌道衛星、打ち上げロケットが低軌道での軽量の衛星の 打ち上げに食い込むことを想定しており、カーンも、パキスタンは、非常に力強い中距離弾道弾を持ち、これによって、静止衛星の打ち上げが可能である。パキスタンがしなければならないことはターゲットから、デリーやカルカッタを外し、宇宙に向けることである。ミサイルには、水素爆弾や核爆弾より、衛星の方が簡単に乗せられる、と加えている、としている。 2005年3月、ムシャラフ大統領は独自の打ち上げロケット分野での新たな研究と開発を認可し、国産衛星計画であるパックサット IR の軌道への打ち上げを可能にした。アイディアズ2002の間、パックデフ防衛展示会で2台の衛星、打ち上げロケットにスポットが当たった。最初のモデルとしては3段の SLV が指摘された。 SLV に類似した他のものから判断すると、450から 490km の高度に80から 100kg の重さのペイロードを詰めると見積もられた。しかしながら必要なデータが知られていなかった。第2のモデルも最初のモデルと似ていたが、4つの追加ブースターを持つものであった。SLV 技術を持つ多くの国は、ミサイル技術からブースターを開発していた。 パキスタンも弾道ミサイルを開発しており、それに基づくことのできる第2のモデルのブースターは正当に推測された。2006年8月、首相であったシャウカとアジーズは中華人民、共和国公式訪問の後、スーパルコの科学者と技術者の会合を招集し、ここで首相はスーパルコの科学者から両方の SLV 計画の状況について説明が行われた。 現在まで、この計画の状況ははっきりと知られていない。2009年8月18日には、サマール・ムバーラク・マンドはパキスタンは2011年4月に、国産衛星を打ち上げると報告し、コミのアナリストにすべてを明らかにしたように見せた。GLOBALSECURITY.org によれば、衛星が、シャヒーン3ブースターで知られていない。 パキスタンの宇宙施設からのから打ち上げられることを予期している。パキスタンの最初の衛星は中国によって打ち上げられたボダー -1 である。現在パキスタンはパックサット -1 とパックサット -1R の2台の衛星を運用している。スーパールコは最初のデジタル通信衛星の開発を1986年に始めた。政府は アメリカとの交渉を行ったが、パキスタンの計画にアメリカ政府は反応を見せなかった。代わりに中国がパキスタンに衛星を打ち上げることを提案した。衛星は中華人民共和国に船で搬送され、1990年にパキスタン最初の独自開発のデジタル通信実験衛星が調整に入りで最初衛星発射センターから打ち上げられた。 この衛星は設計寿命を超え成功裏に終わった。この衛星の打ち上げがスーパールコの鍵となる成功になった。ボダー -1 の後、スーパールコはボダー B の開発を続け、この衛星の開発にも成功している。パキスタンのパックサット -1 はもともとパラパとして知られていた。これはヒューズスペースコミュニケーションズカンパニーによって、 インドネシアのために打ち上げられたものであったが、後にインドネシアは、電力以上に陥り、衛星が利用できないと表明した。保険給付支払いが行われ、衛星の権利は、ヒューズスペースコミュニケーションズカンパニーに移動された。その後、衛星は M、S ヒューズグローバルサービスで、HGS-3 となっていたが、パキスタンは、これの権利を、満期対応として獲得し、 パキスタンの衛星中域機である統計38度に再配置した。軌道変更の後、2002年12月20日に衛星は最終位置である統計38度の正式軌道に固定された。パックサットマイナス -1 は運用中でサービス提供が可能な状態であるが、2012年の後半にはサービスを終了する予定である。二千十一年八月十四日。 中国の調整3倍とによって、パックサット -1R が打ち上げられた。これは1トンを超える重量であり、中国空間技術研究院で東方くれない4号のプラットフォームを下に制作された。この衛星は、パックサット -1 に置き換えられる予定である。衛星は、ブロードバンド、e ラーニング、遠隔医療、衛星 TV、緊急通信など、旧来的。 現代的な固定衛星サービスのすべてをサポートしている。パックサット -1R 衛星は合計30個の中継機を持っている。18個は空バンド用であり12個が C バンド用である。高い信頼性とシステムの使用が可能性を確保するため、2カ所の完全上調の衛星地上局がラホールとカラチに建設されており、一方が主となって働き、 もう一方はバックアップを担う。1992年、スーパルコは低軌道の地上観測衛星の開発を命令された。プロジェクトマネージャーはアブドゥルマジドであった。計画によれば衛星は1996年に打ち上げるとしていたが、スーパルコは激しい国際的な制裁を受けることになり、計画は保留された。それでも、機密裏に開発が継続された。 計画は1996年に完成した。衛星は、ソンミアニ衛星打ち上げセンターから打ち上げることが計画されたが、これは延期となった。2001年12月10日、カザフスタンのバイコヌール宇宙基地からゼニットにロケットを利用して、パキスタンの2個目の衛星であるボダービーを打ち上げた。パキスタンによれば、スーパルコによってアップグレードが行われている。 パキスタン国務省によれば衛星はパキスタン西部国境地帯の監視に利用されているとされる。実験用低軌道観測衛星のボダー -1 とボダー B の打ち上げと運用の成功後、衛星画像での国内と国外の利用者の要求に応えるためにスーパーアルコは高解像度のパキスタンリモートセンシング衛星システムの計画を行っている。 可能性とシステム定義などの前提となる研究は2007年の1月に完了しており競争にさらされている衛星市場で国内外の利用者の要求を満たすために合成開口レーダー衛星と光学衛星の2つの配置の打ち上げが推奨されている。このため RSSS コンサルタントサービスのための要求提案が2007年に立ち上げられた。 衛星の製造のため要求提案の立ち上げは2008年の第3四半期に計画された。PRSS は進歩的で持続的な計画として立案され、特にスーパールコの2.5メートルパンクロマチックの光学衛星を7 0 0トルの太陽同期軌道に打ち上げることを計画しており、今後も光学レーダー衛星が続くと考えられる。地上管制や 画像の受信と処理のために必要なインフラも立ち上げられる予定である。衛星は開発の進んでいないの段階であり、スーパールコに開発が行われている。打ち上げが中国からか、パキスタンからかも不透明である。パキスタンの多くの施設は、天文学教育や観測に携わっている。カラチ大学の宇宙惑星天体物理学研究所は、 最も活動的な望遠鏡、天体観測所であり、スーパルコに利用されている。スーパルコの宇宙技術研究所には英国によって建築された天体観測所が存在する。2005年、パキスタンのムシャラフ大統領は、国家宇宙機関の最短時間で遂行、実現すべき明確に定義された検討課題を据えることでスーパルコの展望を略述した。 ムシャラフは辞書である、インザライン・オブ・ファイア、A メモ・ R でも、スーパルコは、厳しい経済状況と、国際的制裁に面しているが、未来にはパキスタンは、自国の大地から衛星を送るとの希望を表している。スーパルコの再活性化と、構造改革、再廃校と近代化が、主な目的であり、スーパルコは、世界中の他の戦略的組織と同等になることである。 具体的目標には、通信衛星、リモートセンシング衛星、衛星打ち上げロケットの研究開発に、急速な発展をもたらすことである。また、天文学、宇宙論、天体科学、天体物理学、宇宙生物学、宇宙科学といった、教育分野、航空宇宙工学、ロケット推進技術、情報通信技術等の宇宙利用、リモートセンシングを利用した。 農業、鉱物探査と、大気化学等の分野での社会経済開発も目標とされる。この他にも、研究分野での国家政策構想の発展と、安全保障分野での利益と同様の宇宙の平和利用、パキスタンと国外の管轄化での宇宙活動の組織化と発展、国家安全保障と防衛力への貢献、パキスタンの多国的、 国際宇宙組織との協力の組織化と開発などがスーパルコの目標とされる。1961年、パキスタン宇宙構想大気研究委員会が立ち上げられ、パキスタンの衛星をパキスタンのロケットで打ち上げる目標が公表された。これに対してアメリカは支援を行っており、パキスタンの最初に発射したロケットはアメリカのナイキージャンとほぼ同型であった。 また、1962年6月にアメリカは、パキスタンから最初のロケットを打ち上げ、この打ち上げにもリハバーマイナス1と同型の2段ロケットのナイキケージャンが利用された。カラチから 50km のソンミアニ海岸から打ち上げられ、130km の高度に到達した。NASA はこの打ち上げを、 相互利益的な宇宙開発での継続的な協力計画の始まりであるとして歓迎した。NASA スーパルコ協力協定はパキスタン科学者と技術者を NASA 宇宙科学センターで育成するために必要とされた。1962年の打ち上げの前、NASA はワロップス島とゴダード宇宙飛行センターでパキスタンの科学者の育成を始めた。NASA は 先進的な訓練と経験のためにアメリカの大学での研究交流計画と団体を設立した。その後 NASA との協力は1970年頃まで続いた。2006年の8月、中国は3台の地球資源衛星を次の5か年のうちに打ち上げるためにパキスタンと行動することを約束した。2007年5月、中国は 戦略的パートナーとして、パキスタンと宇宙科学技術の分野で協力を強化する協定の調印に合意した。パキスタンと中国の宇宙産業での相互協力は、気候科学、クリーンエネルギー技術、大気、地球科学、海洋科学など広範囲に及んでいる。中国のバックサット -1R の打ち上げを契機として、パキスタンの中国大使は中国に対して、 中国の宇宙船によるパキスタン宇宙飛行士の宇宙飛行へのパキスタン国民の自然な欲求を表明している。2006年12月、トルコは表明したパキスタンの宇宙計画への参加に興味を示した。トルコの中パキスタン大使は了解をぼえがきにサインした。トルコ科学技術研究会議とトルコ航空宇宙工業の代表はスーパルコと。 衛星開発計画で協力を強化する協定にサインした。パキスタンはアジア太平洋宇宙協力機構のメンバーであり、その他にもスーパールコと宇宙省はロシア、英国、ウクライナ、ブラジル、アルゼンチン、フランス、韓国、イタリア、ペルー、フィリピンなどと正式な了解覚書の合意に調印している。ありがとうございます。